7月21日、横浜市青葉区にある枝西コミュニティハウスで、身近なもので化学実験を行う枝西化学実験隊2024が行われました。小学1年生から6年生までの児童を対象に実施されたこの教室には、まだ理科の実験を学校で行ったことがない児童も多く参加していました。子どもたちにですね、科学の楽しさを学んでもらって、将来の日本の理科の教育の一環になればと思っております。この日は洗濯のりと塩でスーパーボールのように跳ねるボールを作ったり、ドライアイスやお酢などを使って酸性とアルカリ性で液体の色が変化する実験などが行われました。やはりいろんな発想があって、我々が言ったことだけやってくれれば楽ですけれども、それでは多分科学って進歩しないと思いますんで、自分の興味を持ったものをいろいろと試してみたいというふうな好奇心というのを育てたいと思っております。最初は恐る恐る化学実験をしていた児童も、目の前で起こる化学変化に興奮し、次第に楽しむ姿が見られました。最後には自宅でも簡単にできる実験の注意点や、実験で絶対にやってはいけないことなども話されました。洗濯のりと塩でバウンドボールみたいなものが作れるのがびっくりしました。分かりやすかった。いろんなことが知れてよかったです。